Number 10, Kosuke Takeuchi。まあ、彼がいるからこそ今のオンワンでもっていうところあるんですけどね、ただその渡辺のアタック、竹内康介がブロックしてテーブス空いたコーナー左ー LJP とファイトオーバーしてますが、ジャクソン裏、おお、また竹内康介ブロックショット、今度はテーブス右から2本、コーナー空いたところの関野、長い手、しかしここで2対1のアウトナンバーになってしまいました。長いリバウンドからの竹内康介、今ちょっと立ったり迷いましたね、取りに行けるかいけないかで10になって、 LJ ピークが抜いて5秒4秒、ショートコーナーから竹内康介です。なんとかしちゃうんですよね、これを。まだ出る気配なす、今度は竹内康介がコーナーで開きました。今シーズンまたテーブス、ゴーストとゴーストか、竹内康介フォロー、セカンドチャンスをものにしました。千葉東京とアウェーでやってきて、やっぱあの皆さんあの声は出せないかもしれないですけど、やっぱり僕たちやっぱホームでやったらすごい力を発揮できると改めて感じましたし、明日また水曜日もまたホームで試合がありますので、また熱い拍手をよろしくお願いします。それでは改めてになりますが、ご来場の皆様、そして、画面越しに応援してくれたファンの皆様に最後に一言を頂戴したいと思います。はい、本当にいつも応援ありがとうございます。明日もまた試合がありますので、明日もっと今日以上のバスケットをして、勝ちたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。本日は11得点7リバウンド2ブロックショットの大活躍でした竹内康介選手にお話を伺いました。